皆様、こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。稲垣五郎46、草、つよし45、かとりしんご42の新しい地図の3人が来年1月2日午後5時55分に 放送されるテレビ東京の人気バラエティ番組の特番出川哲郎の充電させてもらえません。新春パワースポ発毛で3時間スペシャルに出演することが週刊文春の取材で分かった。3人がスマップ解散後に 同局の番組に出演するのは初めてとな。新しい地図の三人コピーライト文芸春秋、出川哲郎とゲストが電動バイクで日本各地を巡り地元の人との交流をする同番組。今回は伊勢神宮を中心。出川が三人とリレー形式でコンビを組み旅をするという。 今年7月20日放送の特番では、親友の出川に焼肉を食べながら直接オファーされたという中井正宏47が出演。半年後に再び元スマップのメンバーが出演ということになる。かねてから中井は3人を地上波の番組で使ってくれと周囲に頼み込んでいた。 今回の充電させてもらえます。の出演にも中井の後押しがあったのでしょう。中井の知人スマップ解散後、地上波から姿を消していった新しい地図の3人。今年7月にジャニーズ事務所が3人を出演させないよう、各局に圧力をかけていた疑いがあるとして、 厚生取引委員会が調査を行っていたことが、今年4月にカトリが TBS の人生最高レストランに出演して話題になりましたが、あれは番組を一社提供するサントリーが当時開催していたカトリの個展を特別協賛していた関係があり、スポンサーの後押しがあって実現した特例 しかし、コー取リ問題以降は、各局が3人にオファーを出しやすくなったのは事実です。TBS 関係者大晦日には、日本テレビのダウンタウンのガキの使いやーらの特番、絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時に3人が出演するという、撮影は、 クールな稲垣が下ネタで爆笑をさらう場面があった。そうです。日テレ関係者年末年始にかけて、他にも3人の出演番組が一挙に増える。週刊文春編集部、週刊文春。